いどうもライラックスの深夜です。今日は新商品のご紹介なんですけども、これはもらえるんすかね。僕がちゃんとお金は徴収されると。まあとりあえず以前ですね、ランサータクティカルジェネレーション3のその新機種が出たということで、ちょっと一つ一つをね皆さんにご紹介させていただければと思います。このランサータクティカルなんですけど、アメリカのカリフォルニアの会社なんですが、実はこれ北米のアマゾンで、まあ機種によってはエアソフトガンランキング1位取っちゃうような、実はめちゃめちゃアメリカで有名なエアガンになってます。あのエアソフトの入門者の方だけではなくてですね、まあ熟練者の方はもちろん、あのホーム執行官とか、あと軍人をサポートするような、なんかそういった幅広い製品を製造している会社なんですけども、その中でもランサーディフェンスランチャーっていう非致死性の護身用ピストルとかの販売もしている、結構アメリカではポピュラーな会社になります。それってあの銀行とかにある防犯用のミットを発射するよね。あのね、そこまで大それたやつではないんですけど、発射する弾があの小さいカプセル弾の中に胡椒みたいなのが入ってるような弾を撃つピストルタイプの護身グッズだそうです。僕初めてそのランサータクティカルの銃持たせてもらった時に、はいはい、一番印象に残ったのがめっちゃ軽いなって思って。そうなんですよ、もうランサーのやっぱ特徴といえばこの軽さ、物によったら2キロを切るエアガンになるので、まあ、女性の方にもめちゃめちゃおすすめになりますね。あとザイオンアームズっていうところのネビュラモスフェット、これ電子トリガーが入ってるんですけども、磁気感知式でギアの回転を磁力で読んでるので、レスポンスとかもいいと、いろいろな方向から多数お声をいただいている商品なんです。じゃあ早速なんですけども、まずこちらからご紹介をさせていただければと思います。でこちらがランサータクティカルのジェネレーション3M4 シリーズの新機種たちとなってるんですけども、こちらランサータクティカルジェネレーション3インターセプター、まあ、最大の特徴はやっぱりこのハンドガードですね。見た目は結構いかつめなんですけども、レシーバーと同様フルポリマーで、重量も2キロちょっとぐらいのかなり扱いやすさ、これはもうランサータクティカル、まあ、今までのものと同様ですね。でレシーバーにですね、ここフィンガーチャンネルがついているので、コンパクトに構えたり、まあ、ハンドガードを持って構えていただいたり、まあ、使いやすさはもう千差万別となっております。でマガジンはこちらの P マグタイプのマガジンになっております。以前のランサータクティカルの M4 シリーズのマガジンはこういったマガジンだったと思います。これまあ通常販売も今も行っているんですけども、こちらの新しい機種は先ほどの P マグタイプのマガジンがセットとなっております。でこちらちなみに140連のマグなので、ちょっとだけ相談数上がっております。ちなみになんですけども、これ見た目もうすでに十分いかついんですが、じゃじゃん、なんとこちらハンドガードを延長することができます。さらにいかつい銃をお求めの方はこちら大変おすすめになっておりますので、ぜひチェックしてみてください。まあ、あのエアソフトの機能としては何の効果もないんですけどね、見た目が大事なので。では続いてはこちら、ランサータクティカルジェネレーション3M4 アルコン9インチとなっております。こちらね、ハンドガードが今までのものと違うと思うんですけども、長さは9インチで、もちろんポリマー樹脂でかなり軽量となっております。で結構丸みのあるハンドガードなので、まあ、握りやすいですし、コンパクトに構えていただいても取り回しがいいサイズとなっています。ではなんかストックが今回違いますね。そうなんですよ、よく気づいていただきました。これね、デルタストックタイプのものがついているというモデルになるんです。なのでこれ正面からね見てもらったら分かると思うんですけども、ストック自体がかなり細めになっているので、こういう点もかなり使いやすいんじゃないかなと思います。ちなみに今回のカラーラインナップもブラックとタンカラーになるんですか。そうですね、こちらもブラックとタンあるんですけども、
こちらのインターセプターはブラックタンに加えてグレーもご用意させていただいてます。なのでこちらは3色で、アルコンの方は2色でのラインナップになります。でちなみになんですけども、このハイダーオレンジマズルはちょっとこのサンプルだけになるので、ちゃんと製品版のものは黒のハイダーがついてくるようになりますのでご安心ください。ここまではランサータクティカルの新製品のご紹介だったんですけども、続いてはじゃじゃじゃん、こちらの2機種ザイオンアームズの新商品をご紹介させていただければと思います。ではこちらのザイオンアームズとはっていうところなんですけども、こちらあのランサータクティカルのフラッグシップブランドとなってまして、まあ、ちょっと上位のモデルたちを、まあ、制作しているブランドになります。でそこからこちらの M4 タイプのものと PCC タイプの2機種が今回登場となりますので、早速ご紹介させていただければと思います。まずこちらの M4 タイプなんですけども、ザイオンアームズ R1 号でございます。こちらですね、全体の作りがですねポリマーではなくアルミの削り出しで作られたハンドガードとレシーバーになっております。でですね、レシーバーとかもなんですけど、かなり今どきな感じに削り出しで作られているのに、見た目がね、フォワードアシストノブがないレシーバーになっているので、まあ、かなり細身でシュッとした印象がありますね。で、ハンドガードもですね、細いのでかなり握り込みもしやすくて、サバゲーでも使いやすそうな形となってます。こんだけ肉肉されてるってことは軽量に貢献してるっていうこと。そうですね、もうランサーといえば軽いっていうのが推しではあるので、実際手に取ってちょっと体験していただきたいと思います。でですね、これ僕もサンプルちょっと打たせてもらったんですけど、めちゃめちゃ精度いいです。このね、精度の良さはね、本当体験していただきたい。もうフラッグシップと言って恥じない製品となっておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。ちんやさん、はい、もしかしてもう一丁の方 9mm ですか？そうなんです、 9mm のが出るんですけども、これね、僕が一番欲しいやつ、早速ご紹介しましょう。ザイオンアームズ PW9 でございます。もう見てください、もうこのサバゲーで使いやすそうな短さで、9mm のグロックマガジンがついているという感じで、軽量の SMG が登場となります。で、これも先ほどの R15 と同じように金属製のレシーバーとハンドガードになります。で、これもフォワードアシストノブがないので、見てください、この薄い形、もうサバゲーにはもう超もってこいじゃないですかね。で、なんとですね、これハンドガードにすでにアングルフォアグリップがついてるモデルとなってまして、コンパクトに構えるのにはかなりいいんじゃないかなと思います。で、加えてですね、ストックも R15 と同様デルタストックが付属となるので、これはね、本当に多分一番最初に買う僕で、これ重量はなんと2キロを切ってますので、もう短さだけではなく、もう取り回しもめちゃめちゃいいので、もうサバゲーユースの方には超おすすめのモデルになってます。いろいろご説明させてもらったんですけども、まあ、こちらランサータクティカルもザイオンアームズもどちらも配線のコネクタは T コネ、リーンズコネクタとなっております。で、ストックパイプインタイプのバッテリーが使用できまして、7.4V も大丈夫なんですけども、11.1V にも対応しておりますので、どちらのバッテリーでも、まあ、お使いいただけるという仕様になっております。内部パーツについてもベアリング軸受けを搭載した強化メタルのバージョン2メカボックスを採用してまして、ピストンもフルメタルティースのものを使っているので、結構中身も高耐久なパーツがすでに入っているという感じになってます。で、もちろんザイオンアームズの電子トリガー1から5までのバーストができる磁力感知式電子トリガーを内部に搭載してますので、レスポンスもかなりいい商品になってます。
こちらの新機種たちはですね、5月の中旬頃から夏頃には発売できると思いますので、オフィシャルの公式ページの続報などをぜひお待ちいただければと思います。それではお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。新商品やパーツ組み込み動画はこちら。And if you guys are looking for cool gameplay and entertainment content, don't forget to check out our international channel right here. Don't forget to subscribe. Yay!